はい、こんにちは、ヤースです。このチャンネルはですね、こうたくさん日本酒を飲んで、こう日本酒をこう英語と日本語でこうどんどん紹介をしていき、まあ、僕が勝手に酔っ払いながら楽しく独り言を言うっていう、まあ、そんなチャンネルです。よかったらチャンネル登録お願いします。一応1000人は目指しているので。で、まあ、今日飲むのはですね、久々の赤部の、これはニューボーンなのかな？いや、ニューボーンじゃないよ。純米吟醸の山田錦で、赤部は岩手県にある赤部酒造さんっていうとこが作ってます。なんかね、いまいちピントが合わないんだよねそうだから時々ずっとこうボトルにこう焦点が合ってて困っちゃうってことがあるんだけど、でもこれを飲みながら、まあ、日経平均がバブル後最高値を更新してるっていう話だけど、なんか、周りはそんな盛り上がってないからなんでなんだろうっていうふうなことをちょっと疑問に思ってたら、なんか、なんだっけ、アベマのニュースを見てるときに、経済評論家の後藤さんという方が、ちょっとなんかいろいろ解説をしてて、あ、そういうことなんだ、なんかみんなそんなに、やったー、なんかバブル後最高値だ、金儲けしたぜみたいなことを言ってる人があんまりいないので、という話を独り言で言おうかなと思っております。まずはとりあえず乾杯だね。5月も終わるし、チアーズまず香りからだ。ああ、ソーダみたいな香り、酸味、すっきり酸味系の香りだよね。ちょっとね、甘いんだよ。ああ、いいね。で、味の方が山田錦だから、多分ちょっと、ね、苦いと思う。あ、うめ。すごい綺麗。綺麗な、口当たり。で、ふわっと甘みが広がってきて、最後ね、苦みが出てくるんだけどね、シュッて切れるんだよね。うまいわ。で、ジューシーさが広がっていく。いや、いいっすね、赤部さん。このね、白ラベルを初めて飲むと思うんだよね。赤部うまいんで、ぜひちょっと皆さんも飲んでいただいて。ひゅっ。こんな感じかな。でですね、ここ3週間くらいだよね。1ヶ月か。なんか日経平均がブワーっとまた再び上がりだして。なんかここ、1週間なんか連日、なんかバブル後最高値を更新し、バブル後、日経平均が最高値ですみたいな感じでざわざわ騒いでて、でもね、なんかバブル後なんで、いまだに日本の日経平均の一番高かった38,915円、飛んで87銭という1989年の底値、全然飛び越してないんだよね。だからまだその1989年の値を見ても全然下回っているのですが、まあ33年ぶりに高値更新してるから、そこそこいい感じ。一応これ平均としては38,87円で終わってるので、5月31日で。でですね、あまり日本株はやらないのですが、まあせっかく日本にいるし、まあちょいちょいいろいろやっていて、まあそれなりにいい思いはさせていただいているし、で今回こうね、33年ぶりの高値ですよ、3万超えましたよ。でも実際こう数値でも実感するし、でもね、周りの人で
いや、お金増えましたっていうふうに言ってる人はほとんどいないんだよね。で、もちろんそれはその日本はこう、ね、株式投資してる人が少ないっていうのもあるんだけど、で、なんでだろうと思ってたら、後藤さんっていうエコノミストの人が、なんかね、日本の株の70%で海外投資が買ってるんだって。で、まあ、ここ1、2週間ブワーって上がってきたのも、なんか再びなんか海外投資家が日本の株を、ね、買い始めているっていうのが影響が高いらしくて、ああ、なんかせっかく日本の株が上がって盛り上がってんのに、恩恵を受けるのは海外投資家なんだっていうのはちょっと悲しいなと思ったので、皆さんもどうでしょうか。ちゃんと儲かってますでしょうか。ただなんかネット証券に証券口座開設の問い合わせが殺到してるみたいなニュースも出てたんで、なんかちょっと天井感あるよね。ただね、まあね、そんな難しいことをやりつつも美味しい日本酒を飲んだ方が人生は楽しいと思うので、ぜひぜひこの赤部純米吟醸山田錦飲んでみてください。そんな感じかな。じゃあね、バイバイ。あ、そう。今日、なんかね、白にしました。やっぱね、手術以降ね、同じ自分じゃないと思う。なんかね、世界線がずれてる気がする。ちょっとまたその話は、別の機会でも。じゃあね、バイバイ。